ハンスハイムはドイツの指揮者。ハイムはプロイセンのハレアンデアザールに生まれた。彼はイエーナとチュー後中便ンの両大学で学び、哲学と古典哲学を治めた。卒業後はミュンヘンで音楽を学び、履修した科目は作曲、ピアノ、オルガン、歌唱法などであった。ハイムは1890年にユリウスブーツの後を継ぎ、 エルバーフェルトでコンサート協会の指揮者に就任した。1892年12月17日の演奏会にはベートーベンのヨーゼフ2世創創カンタータ、ピアノ競奏曲第5番、公共曲第9番を演奏している。ソリストに起用したのはジュリア・ジー・エリー、ジェニー・ハーン、フランツ・ナファルト・アントン・シスター・バンスであった。聴衆の好みは保守的であったにもかかわらず、 彼は可能であれば、新しい音楽をプログラムに取り入れた。1895年のリハルト・シュトラウスの公共詩、ティリオ・イレン・シュピーゲルの愉快なイタズラ、1897年のフレデリック・ディーリアスの幻想序曲、丘を越えてはるかにと、1899年演奏の、同じくディーリアスの野奏曲、パリ、大都会の歌などである。前任者のブーツは、エルバーフェルトを離れて、 デュッセルドルフにおけるより重要な指揮者の地位に就こうとしており、ハイムはそのブーツにディーリアスの音楽を紹介した。後年、早くからエドワード・エルガーの音楽の第一人者となる、ブーツはディーリアスの作品も称賛するようになっていった。また、ハイムはディーリアスの音楽をフリッツ・カッシーラーにも紹介している。カッシーラーはエルバー・フェルトの私立劇場で音楽監督をしており、 この劇場では1904年に D. リアスの歌劇、コアンガが初演された。この頃に、ハイムは病にかかり、チロルでの療養を余儀なくされる。ハイムは、ストラスブールでのより名高い音楽監督への人形を、希望していたが、これは叶わなかった。エルバーンフェルトでの彼と彼のオーケストラは、一流の音楽家の注目を集め、ラウル・プニウジェヌ・イザイ、パブロ・カザルス、フェルチョブ・ゾニア、 アルトルシュナーベルが彼らの元を訪れて共演している。ハイムは1920年に音楽監督を退任し、1921年2月15日にエルバーフェルトで60年の生涯を閉じた。ありがとうございます。